ベッディンツオーナ旧市街の三つの城と、防壁、城壁群。ベッディンツオーナ旧市街の三つの城と、防壁、城壁群は、スイスティチーノ州の州と、ベッディンツオーナにあるユネスコ世界遺産登録物件の一つ。三つの城とは、カステルグランデ、王妃、モンテベロ城、サッソコルバロ城である。13世紀から15世紀にかけて形成された三つの、 城を持つベッリンツオーナは中世における軍事建築の重要性の例障となっている。また同時に目まぐるしく支配者が変わった。この町はヨーロッパの歴史都市の中でも時代ごとの人々の要求を絶えず受け入れて発展してたユニークな例になっている。ベッリンツオーナはアルプス山脈の南の深い渓谷の入り口に一致している。近くにはリビエラ市あたりで、 マッチョーレコに通じている沼の多い平原、マガディーノがあり、多くの道が集まる交通の要衝でもあった。この点でベッリンゾーナが重要視されたのである。北では、レベンティーナ渓谷がザンクトゴットハルト峠やヌフェネン峠に通じ、ブレニーの渓谷がルコマーニョ峠に、メソルチーナ渓谷がサンベルナルディーの峠にそれぞれ通じている。また、南では、 イタリアへの道がマッチョーレコに沿っているか、あるいはモンテチェネーリを通っている。ドモドスソラ・チェントバディ・サンジョリオ・バルテッリーナをつなぐ東西の小道がベッリンツオナを通っており、同じくグレーナの小道がベッリンツオナから発している。この場所は自然に要衝としての機能を持った。というのは渓谷中央部の岩だらけの尾根の存在が、 容易に監視できる狭い口を形成したからである。それらの岩は、氷河や川の侵食作用でできたものである。ローマ帝国があった4世紀半ばにはすでに、カステルグランデの岩場に要塞が建造されており、長い間難航不落と思われていた。とはいえ、現代に残るベッリンツーナの要塞化は、後に、ロンバルディア人たちによって行われたものである。カステルグランデは、 十世紀から十一世紀にかけて最初の強化が行われた。その城に加えて十三世紀になると都市の東にある岩だらけの都市粒にモンテベロ城が建てられ都市の要塞化に寄与した。さらに千四百年頃に都市の高所に新しい塔が建てられ、それが後にサッソコルバロ城の中心部になった。またアルプス南部におけるイタリアとの国境線を形成する。 城壁も建造された。1340年以降に町の支配層となったロンバルディア人たちは州同盟、中心はブーリ州、シュビーツ州、ウンターバルトがアルプス南部で勢力を伸ばすことを妨げる目的でベッリンツーナの要塞化を完成に導いた。ルイ十二世が挑んでミラノ公国が1499年頃に没落したために流れが変わり、 ベッディンツオーナ市民はフランス軍を追い出すとともに修道名に庇護を求めた。こうしてベッディンツオーナにとって長きに渡った騒乱の日々は終わりを告げたのである。登録対象となった三つの城や城壁の全体は非常に大規模なものである。城壁は残っているものだけで少なくとも四百メートルある。カステルグランデは高所にあるため城へ行くためには 狭い階段を上る必要がある。いくつもの門や障害物を越えると、ようやく城の南東部にある正門へたどり着く。この正門は、サンピエトロ教会や、その他の証券造物群が立っていた巨大な中庭に、通じていた。今日、それらの建物は残っていない。城壁と南側の建物を越えると、中心部に、トンレネラとトンレビアンカという二つの塔がそびえ、 敷地を3分する3つの防壁が残っている。城壁に対面している南側の建造物群は全体として細長い景観を呈している。かつては登るのに大変だったカステルグランデへの道のりだが現在はエレベーターが設置されており観光客は周辺の景色を一望しつつ中庭へ達することができる。ウーリ城とも呼ばれる皇室の年表3章 モンテベド城は上から見るとほぼひし形になっている城壁の内側に建てられており、中央にある城はこの城壁内で最古の部分である。13世紀に建てられたこの城は非常に不規則な形をしており、一つの塔と二つの中には、そして住居群を含んでいる。1400年頃に着工され、15世紀中に完成した城壁は純太郎を備えていて、 ミスミに塔を備えている。防衛堅固で、城の中庭へ行くには、二つの門、一つの堀と、跳ね橋、さらに落とし格子を通らねばならない。このモンテベロ城は、銃眼のある長い壁と塔に助けられて、都市の要塞化の一翼を担った。守備一城とも呼ばれる、皇室の年表三章。現在、城内には、私立博物館がある。 15世紀初頭に着工し、1480年頃に完成した防壁、L.A. 村田、ラム村田は谷を貫通して横切り、一方はカステルグランデの城壁につながり、もう一方はティチーノ川近くで防衛の塔につながっている。今日、都市の南の方の城壁が現存している。幅は4メートルで、縦岩を備えた急流系の廊下を備えている。 その上は平屋根になっており、矢を浴びせるための羽出しを所々に備えた順路が制されている。この防衛システムは、重砲兵に立ち打ちできるものではなかったが、ゴッドハルトを越えてくる、修道名の不評体には有効だった。早速レガ路上城は、二つの城から離れた丘の上に迅速に建造をされた。1479年に着工されたが、 それから6ヶ月後にはもう都市防衛の準備が整っていた。前身は孤立していた防衛用の塔だったのだが、城が建てられると、それは敷地の隅に位置することになった。また、その対角線上にもう一つの見張り用の塔が建てられた。銃眼を備えた城壁は四角い中庭を形成し、その壁と背中合わせになる形で、 中庭には戦闘型の窓と突き出た煙突を持つ15世紀のこの地方特有の住居群が建てられた。ウンターバルト城とも呼ばれる皇室の年表参章。現在、城内にはティチーの民芸博物館が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。